体重128キロ。一番重い時は170キロあったこともある僕が、太ってる人、ダイエットしたいなと思ってる人、太ってる人の生態に興味がある人向けに、毎日投稿で YouTube に動画を上げていきます。今日はですね、えっ、ー、と、変なメモ帳を見つけて、僕があの動画のね、なんかこれ喋ったらどうかなっていうメモに使ってるメモ帳があるんですけど、その内容がね、ちょっと変なのがあったんでね、皆さんと一緒にね、それについて見ながら話していきたいなと思います。ぜひ最後までよろしくお願いします。まずです、左に見ていただきたいんですけど、これですね。えっ、ー、と、 二番目ですね。一番上は、えー、太ってるというだけで面白いという古き良き時代っていうね。面白いかどうかはうちとして、何喋るかなんとなくわかるんですけど、二番目ね。えー、ダイエット現実逃避シリーズ。ペガサスが差別された世界。の訳がわからんっていう。そもそもね、ダイエット現実逃避シリーズって何っていうところから始まるんですけど、そんなんやってないじゃないですか。んか勝手にシリーズ本にすんなよって思いながら、 一つ目がヒットしてもないのに、なんか勝手にシリーズものにしてるっていう。で、しかも二番目がペガサスが差別された世界っていうね、なんか意味がわからんっていう、その、なんやこれはと思いながら、一生懸命ね、ちょっと思い出して考えてみたら、なんとなく多分こんなんだったなっていうのがわかったんで、もう今日はね、この、まあ、本来絶対採用されない、これやろうとは思わないやつなんですけど、あまりにもひどすぎるんで、ちょっとね、逆にね、ダイエット現実逃避シリーズ、ペガサスが差別された世界をね、あの、 っていう内容の動画をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、また最初からやり直すんで、オープニングからやります。えー、体重128キロ、一番多い時は170キロあったこともある僕が太ってる人、ダイエットしたいなと思ってる人、太ってる人の生態に興味があると向きに、毎日どこで YouTube にデブ情報とダイエット情報を中心に動画を上げていきます。ここまで普通で。で、今日はですね、ダイエット現実逃避シリーズのペガサスが差別された世界っていうのを、ね、やってみたいと思うんですけど、そもそもね、あの、なんか、デブって、あの、 なんか、差別されがちっていうか、なんか嫌われがちっていうか、いじめられがちっていうかね、とかあって、まあ僕自身そんなに、そんな思い出のあんまりないんですけど、あの、そういうところあると思うんですよ。だから逆にね、あの、デブが普通な世界、もうみんなデブだったら、そんなことなんないと思うんで、そういう世界だったらどうなのかなって思った時に、多分ですけど、多分ね、99キロ減る、切ると、 ねなんか逆にいじめられると思うんですよ。そのみんなデブが多くなったらデブがいじめられなくなって平和になるってことじゃなくて、なんか普通かどうかっていうのでなんかそういう対象になったりすると思うんで、誰かはなるわけですよ。そうするともう9割とかね、99%とか95%とかのう人が太ってきた、デブになってきた時に逆に軽い人があの、なんか差別されたりとかいじめられたりとかすることになるんですよね、多分。で、その時にダイエット、 してしまってる人もうダイエットの言葉が残るかどうかもわかんないですけど、太ってる人はデブって言われるじゃないですか。これ何か語源かも前に調べたけど、ふっくら忘れちゃったんですけど、なんか、あの、逆にね、その軽い人を呼ぶ故障。で、逆にね、みんな太ってるわけだから、その逆に根、ね、が多くて悪いんですけど、その100キロ超えてるわけだから、その100キロ超えた,ったらデブじゃないわけですよ。普通ですよ。で、逆に9逆にが多いな。99キロ下回った人がね、なんか呼ばれるわけですよ。デブ的な何か。 逆の意味の何か。で、僕、これは、ペガサスがどうかなと思ってて、軽いんで、なんか、人間っていうのは普通100キロ超えるもんだよと。100キロ超えるもんなのに、あの、99キロ下回ってるってことは、これはもう羽が生えてるよねっていうことで、ペガサスっていうのが別称。悪口。だから、使い方としては、あの、 みんな100キロ超えてる仲間で喋ってる時に、誰か体重測定で初めて99キロになっちゃったよと痩せちゃってね。痩せちゃってですよ。痩せちゃって99キロ以下になった時に、お前、ペガサスじゃん。っていう。え、ペガサスなのっていう風にね、使ったらどうかなと思ってて。で、逆にね、このみんな太っててね、その、デブな、デブな、デブって言葉なくなるわけですよ。で、太ってるのは普通なんで、ね。 おーおーまあ100 105キロ、110キロ、まあ普通じゃない ?103 キロ軽くないみたいな感じになってきて、120キロ、おまあ、うん、そんなもんか、っていう感じになってきて、で、99キロだった瞬間、え、ペガサスじゃんえ、ペ、ペガサスはないわ、みたいな。俺、ペガサス嫌いなんだよね、みたいな感じになってきて、なんか一生懸命羽をなくすために太るみたいな生活になってくるのかな、っていうね、現実逃避をしました。っていうことね。 まあ、あ世の中はね、太ってるといいことはあんまりないんでね、これからもね、一生懸命やしなきゃいけないんですけど、もしね、世の中デブばっかで逆に99キロ以下をペガサスと呼んで、あの、差別されるような時代が来たら、あの、こんな風になるのかなと思ったんですけど、来ないんでね、まあ、みんなね、一生懸命ね、ダイエットして、まあ、周りからね、太ってんなと思われないようにね、していきたいと思います。僕は頑張るんでね、他の太ってる人もね、見てくれてる人いたら、一緒に頑張れたらなと思います。ま、あ僕ほどひどい人はいないと思うんですけどね、体重が。はい、今日はね、あの、 ダイエット現実逃避シリーズの、えー、ペガサスが差別された日っていうのをね、やっていきました。今後もね、ダイエット現実逃避シリーズ続けていくのでね、ぜひ悪くないなと思った方はチャンネル登録と、えー、高評価。あとね、ツイッターもやってるのでそちらもよろしくお願いします。ぜひね、チャンネル登録だったり再生していただけると嬉しいので、次もよろしくお願いします。じゃあ、えー、次のねダ、ダイエット現実逃避シリーズでお会いしましょう。じゃあ以上です。えー、さよなら。で終わりっていうのをね、多分、こんな感じだったと思います。 っていうのをね、今日はやりましたえダイエット現実逃避シリーズが今後行われることはないと思うんですけど、まあ人間ね、なんか思いつきで書くとね、こういうことになってしまうんだなぁと思いました。でもまあペガサスが差別された世界、最初読んだ時全然わかんなかったけど、意外と思い出せるもんだなぁと思ってね、ペガサスってなんで、デブじゃねえのか、ペガサスが差別された世界、ペガサスってなんだったっけなと思った時に軽いやつだったなと思ったんですけど、意外と思い出せたんでね、今日はね、もう内容は置いといて申し訳ないんですけど、あの、皆さんね、見ていただきました。 このチャンネルではね、普段はもうちょっとね、ちゃんとしたこともやってるので、ぜひね、太ってる人、ダイエットしたいなと思ってる人、太ってる人の生態に興味がある興味がある人はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。じゃあ次の動画もよろしくお願いします。以上です。お待ちください。